ホスト同士の因縁の対決。今年4月にグループ M の完全新規店としてグランドオープンしたアダム・クロー。代表を務めるのは同グループクラブマリアで主任を務めていた北条明。そんな彼の背中を追い、アダム・クローのスターティングメンバーとして選出された精鋭たち。中でも注目のキャストが、代表と同じくマリアから新店アダム・クローメンバーとなった売上1700万オーバーの記録を保持するガク。そして指名本数100本オーバーの記録を保持するレン。今回のグランドオープンはもちろん、今年3月に行われたマリアラスト出勤デーから戦いはすでに始まっていた。そうですね、結構レーンはその入店してからすぐに僕は認めてて、ほんまに唯一っていうぐらい後輩の中であすごいなって思った後輩の中の一人で、でここ最近ナンバーワン取るようになってきて、まあ、やっといい勝負できるなっていう、役職とかも多分話が出てくると思うんで、今の気持ちで言うと池田さん代表の店をどれだけ盛り上げれるかっていう勝負なんで、もうそこは役職こだわらずに僕はやってるつもりなんで、もういただけるならいただこうぐらいの気持ちです。そうですね、今日は一応歌わさせていただくことになってます。まあそうですね、一回その僕多分ホスト TV でもね密着されてると思うんですけど、そのガクさんと僕のチームとで対決イベントがあったんですよ。その時に負けたのがほんまに悔しくて、本気でガクさんに勝ってやろうと思った気持ちで、まあ、このほんまに年間ですかねやってきて、まあナンバーワンもなんか取れたんで、ほんでほんまに今日はマジで勝ちたいなと思って歌わさせていただきました。絶対取りに行こうと思ってます。やっと面白くなってきたなっていう感じですね。やっぱ前の、 戦いは結構僕勝ち確みたいな勢いでおったんで、やっと脅かされるなっていう、奮い立たされるっすね、ちょっとあのタワーを見ると。営業開始序盤から続々とシャンパンが入る。後輩関係というか仲いいですけど、あいつらもよく話すんですけど、売り上げのところに対してはライバル意識持ってやってるっていう、僕の教育方針としてあんまりこう個性を消さないっていうのを結構大事にしてるんで、ガクはどっちかというとオーラ持っててこうまあカリスマ性あって人をこう引っ張る力が強いというか、新店ではそういう引っ張れるようなあの立ち位置でやってほしいなっていうのももう話ある程度してるんで、まあ、レンは教えるのが上手いんですよ、すごい。従業員教育とかともちろん売り上げの部分とやってもらいたいなっていう。取りずつ決めないといけない可能性もあるっすね。とりあえず誰かみたいな感じで。
この日の勝者はレン。勝ったに勝った勝ったに勝った。1年越しの雪辱を果たしたのもつかの間、アダム・クロー・グランドオープンでもこの2人の戦いは続く。この日一発目のシャンパンコールは代表北条明。アダムクロー代表になりました北条明です。いいですよ。グループ M1 番南1番取りに行く店としてね、勢いって大事なんで、しっかりねみんなシャンパンを下ろしていい雰囲気で営業できるようにみんなで頑張ってやっていきましょう。グループの総本山アダムから来たノアとエルも活躍を見せる。店舗、1日目の営業ということで行ってもらいました。ほんまにありがとうございます。アキラが一発目行ったということで俺も引き続きに行こうかなと思ってるんで、まだまだクラブアダムクロー、ここから盛り上げていきましょう。虎視眈々とラッソンを狙う者たちと、ここでガクが動く。あれすまたしてもガクのお席でコール。そしてここでレンの元にもシャンパンが。まずシャンパンありがとうございます。まあね、こうやって新店始まってこれからまた一から作っていくんですけど、もちろんしんどいと思うんですけど、みんなで頑張って作っていきましょう。2連続でコールを飾ったガク、そしてラストコールを飾ったかに思えるレン。この日のラッソンはどちらの手にと思ったその時、まさに番狂わせ。今日から新店ね始まるということで、新人かアダムクロになって M グループでナンバーワンの店にしていこうということで、これからどんどん盛り上がっていきましょう。100万円です。毎日エルガラソンです。ホロやろ代表が。いやほなやってもらう。まあその今日はラソンを死んで言いますね、撮らせてもらったんですけども、これも全部姫のおかげなんですけど、まあ、これから、まあ、こういうのが毎日できたらなって僕は思ってるし、ね、そういうレベル感ね、うん、それをアキラさん、うちの代表が目指してる、僕らもアキラさんの役に立てるように、日々頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。僕こんな真面目なこと言うのないんですから。レア界レア界。未経験者たち。大阪ミナミの一等地に構える160坪の大型店を皮切りに全5店舗を展開する関西最大級の大手ホストグループ、グループ M。 テレビ、ラジオ、雑誌とメディア露出も多数。未経験スタート9割以上、学生やアルバイトがとにかく売れる。毎週の売上講習に加え、カリスマプレイヤー直伝特別講習も定期開催。16時から22時までの業界唯一無二の営業時間、シフト制だから1日最低3時間、週2日から勤務可能、体験料最大2万円。この充実感を体感せよ。ホストするならグループ M。